はい、皆さんこんにちは、ボンド田中です。ただいま JR 姫路駅前に来ております。今日は皆さんおなじみのね、姫路城を散策したいと思います。またどうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いをしておきます。はい、駅のこれ北口ですけどね、いや出たところにね、本当に綺麗に整備されたミニ公園がねあります。これフレンチラベンダーがねずっと変わりましてね、ちょっと上からですけどね、ちょっと覗いてみましょうかね。はい、ちょっとこれ人工の滝とかね、人工の川がね、あしらえられましてね、本当に買い物来たり、ちょっと姫路の駅着いた方々が、ちょっと一緒にはね、いやーいいですね。なかなか素敵な、ミニ公園でございます。はい、もう駅前はね、本当に広くね、たっぷりこうスペースがありましてね、ゆったりとしたそんなね雰囲気の、JR 姫路駅前でございます。そしてね、北を向きましたらね、もう目の前に姫路城もね、見えてまいります。はい、もう歩いてね10分そこそこで姫路城はい、綺麗にね、花にも花々が植えられております。またこうオブジェがね、ありますよね。はい、こちらはね、両側ともイチョウの木ですよね。姫路城の真正面のね、大通りもね、いよいよ、終点にこう近づいてまいりましてね、真正面に姫路城が観光客を迎えてくれます。こういう感じです。はい、この公園がね、本当に広くてね、ずっとちょっとね、ターンしていますけどね、センターにこうね、舞台なんかありましてね、イベント、ライブなんかができそうな、そんなね、舞台もあります。姫路城、お城前の広場でございます。堀がね、見えてきましたしね、大手門の方からね、入場したいと思います。
日本のね、国宝姫路城、世界のね文化遺産ということもありましてね、本当にこちらのこの周りも綺麗にね、ちり一つないですね、綺麗にこう整備されてます。ここ姫路城のね、姫路城史跡でございます。はい、桜門橋ですね、こちらから入場したいと思います。わりに車で過去にね姫路城が来ることが多いもんでね、駅からこう来ますと本当にね、綺麗な画面が撮れますしね、入場の仕方も非常にね、いい形で絵も撮れそうでございます。ちょっと左右ね堀の方を見てください。はい、ちょっとね後ろを振り返りましてもね、いやーこのね石垣とお堀のね形がいいですね。はい、遠くのね、はい、山並みも見えます。はい、でしたらね門をくぐりたいと思います。桜並木ですけどね、緑のね濃い葉桜でございますけどね、はい、さすがにやはり緊急事態宣言下ということでね、人は本当にまばらですよね。はい、それではね、ここで新企画でございましてね、今日の推薦歌謡曲をご紹介したいと思います。姫路を起点に活躍されてます増田みどり、歌の方は夢でもいいから。会いたい会いたい
はい、こちらね、雪の刈り込みですけどね、平戸筋が終わり、ピンクの今ね、さつき筋がちょうど盛りですしね、そしてね、ちょうどアジサイもね、だいぶ色がこう出てきてる木もね、ちらほらとあります、特にこの木はね、アジサイがかなりね、紫の綺麗な色が出てきております。はい、これなんか特にね、綺麗ですよね。
さあそれではね、今日はここで、推薦曲の2曲目でございます、ご紹介いたしましょう、キム・ランヒの最新曲でございます。息を殺して30秒。開園70周年ということでね、敷地内にあります姫路市立、ね動物園の方は営業はされているようでございます。またね、機会あったらぜひ行きたいと思いますけどね、今日はもうスルーでございます。はい、5月25日のね、ボンド田中の今日は姫路城のね
散策レポートでございましたけどね、時間の関係もありましてね、お城の内部天守閣等はねちょっとレポートできなかったんですけどね、外観の素晴らしさ、また木々の緑等ね、十分堪能いただいたと思います。さあできたらまた次回のレポートもねよろしくお願いしておきます。ボンド田中でした。